ガブガブいっちゃうよーって一世を風靡。有名ホストクラブで12年間ナンバーワンに君臨。その巧みな話術と心理術でホスト界のみならず芸能界、実業界にも名をとどろかす時代の先を見通す才能、時にはバカに振る舞える愛嬌を備えた、まさに男も惚れる真のカリスマ。あの伝説のホストレイジが6年間の沈黙を破り、ついにメイパレに降臨。恋愛に仕事に人生に、全ての悩める子羊たちに救いを。世の中の裏も表も人生の酸いも甘いも知り尽くした男が、エッジの効いたトークで現代を切る。こんばんは。10月27日月曜日、0時 TV です。私、長木梢と申します。今日は随分ドアップですけれども、主役を移してもらいましょう。はい、番組の主役はこちら、レイジさんです。どうも皆さん、こんばんは。ようこそいらっしゃいました。はい、今日もですね、美女がたくさんですが、じゃあその前に、ね、あれ行っちゃいましょう。今日も行ってきましょうかね。はい、いいかな、ちょっと今日はね、あの、ミスりそうだけど大丈夫。大丈夫ですかね。ちょっと、レイジさんもドアップですよ。5、4、2って言ったね。じゃあ行ってきますよ、はい、ガブガブ行っちゃうよ。はい、ありがとうございます。ということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日美女たくさん来てますよ、レイジさん。ね、今日あれ、俺のほら、ね、いつも心配。ああ、いらっしゃった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 。もうね、まあ、見てる、ね、方はちょっとわからないと思いますが、まあ、ちょっとね、素敵な、うん、お虫がね、ちょっとこうロマンスグレーで、貴婦人の、昔はね、はい、ちょっとロングだったんですよ。ただね、何かあったと思うんですよ。今バサリ、今バサッと切られたんでね、また気になっちゃってるんです、私も。別れたかなと、やっぱり、今チャンスだなっていうね。あ、チャンスでしょ、レイジさん。チャンスでしょ。だから、行かないと、だからあんまりほら、ちょっとあんまりこう刺激与えると、途中でちょっとね、お頻尿がこう出ちゃったら困るんです。またそんな、また赤いのが出たなんて大変なんで、ね、ま、それいいことなんで、そうそうなんです、よみがえちゃいますからね、はい、でも今日はいらっしゃってるんでね、また、はい、楽しんでね、今日またもうおしゃれでね、素敵ですよ。はい、ということで今日たくさんね、いやいや、他の方もたくさんいらっしゃってる、素敵な方がね、今日は俺一人じゃ無理だから、今日はこう、いや無理無理、今日は僕一人じゃ無理ですね、はい、今日は、まあ、ちょっと今日はね、こんなに来てる、うん、来ていらっしゃってる理由が今日はまあありますので、ね、はい、はい、後ほど、はい、ぜひお楽しみしていただきたいですが、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと先にこの番組生放送ですので、うん、システム紹介いっちゃってもよろしいですか、はい、じゃあシステム紹介ご覧いただきましょう、はい、この番組はニコニコチャンネル、ユーストリーム、 DMM ライブトークに流れております。またニコニコチャンネルからは携帯でもご覧いただけます。放送後は YouTube、 ニコニコチャンネル、 Ustream、 もちろんムーパルチャンネルでもご覧いただけます。番組のページを開くと、こちらに Ustream、 そしてニコニコチャンネルのバナーがあります。生放送の時はどちらかを選んでクリックしてください。ニコニコチャンネルはこちらの詳細を見るをクリックしてください。放送された番組は各ページの最新動画で無料でご視聴できます。はい、改めまして皆さんこんばんは、レイジ TV です。ということで、レイジさん今日も素敵な、ね、お召し物ですが、とんでもございません。もしかしてハロウィーンに合わせてます？それもあったんですけど、ね、でも長木さんもなんか後ろに羽がリボンかな、これは、ちょっとこれ、はいはい、可愛いこぶってみました、ちょっとね、はい、写してあげてくださいね、これ。こういったところに男はね、食いつきますからね。さすがよく気づいてくれますよね、やっぱ嬉しい。でしょ、気づいてくださるのがさすがです。ナギさん、お金がないから別にね、これで言ってもしょうがないんですけど。そうそうそう、まあ、その方がいいです。ホストさんはね、怖いですからね、もう本当気をつけましょう。今日はまあほら、ゲストがまた素敵なね。そうそうそう。ちょっとファッションにうるさい男なので。あ、やっぱり。そうなんですよ。おしゃれでしたね、さっきちらっと見ましたね。ね、おしゃれでしたね。素敵ですよね。早く会いたいですよね、ちょっとお待ちください。そうなんです。なかなか来なかったね、どこにいたんだって、上のサンクスにずっといた。なんでですかね、俺は絶対嘘だと思うんだけど嘘なんですね、そういいんですよ、単なる遅刻だったみたいな、そうなんですよで、まあ、でもね、そうそう、はい、さっきのハロウィンといえばね、はい、先週末、はい、まあ、六本木はね、もうそのハッピーハロウィン、要するに前倒しなんですよね、今ハロウィンはだって今週の、31ですか、はい、そうですね、月末なのに、うん、もう前倒しなんですよ、ね、ものすごい人でしたよ、ぐっちゃぐちゃで、六本木はもう朝まで、
で普通の格好してる人は誰もいないです。もう全員仮装というかこう、ね、あでもこの間例えば六本木近くの麻布に行ったんですけども、中盤に、子供たちがみんなハロウィンの格好をしてて、そうなんですよ、それも一つの文化として、いろんなところに、あのなんか英語で何かなんかお菓子をくださいみたいなことを言って、それであのお菓子をこうもらうんですよね、うん、それはもともとあの、これはお、欧州ヨーロッパの方で、もともとずっとこう、使われて、まあ、実に収穫祭ですよね、収穫祭がそのままアメリカに移って、それで、まあ、日本に入ってきたのはね、このそうですね、10年ぐらいじゃないですか。あ、なるほどね、はい、ただあの原宿なんかで、ハロウィンのパレードっていうのはもう32年前からやってるんです、実はです、ね、そうなんです、それがもう最初なんです、パレードの、それがもう起源で、で今回はまあ32回目ということで、はい、あ33回目なのかな、うん、それで、特に、経済効果としては今1100億円です、はい、このハロウィンのがちょっとこう、一般の方も、仮装するようになって、レイジさんのホストクラブなんかでも、ホストさんたち仮装したりするんじゃないですか。昔はね高かったんですよ、はい、ドン・キホーテに今あんだけ売ってますよね、いろんなもの、はいはい、安くハロウィングッズね、あれはあの、10年以上前だと、少し凝ってしまうと、はい、あのフジテレビとかの衣装さんに借りたりする、するとレンタルで、結構お金取られるんですよ。それは高い、高いんですよ、うん、5万10万平気で取られるので、そうやってこうなんかこう、パーティーでは競うっていうか、あ、うん、今の、まあ、確かさすがにチャチーですけど、いいのいっぱい売ってますよね、東急ハンズでもいっぱい、で、まあ、4、5000円ぐらいでしょ、昔はすごい高かったんですよ。あ、じゃあ今は気軽にねハロウィンを楽しめる、はい、私も犬にね着せてるんです、ハロウィンの衣装、あのお宅のバカ犬ね、あのバカ犬、そうそう、バカ親とね、バカ犬ね、親はあれですけど、ね、バカ親だいたいわかるんですよ、あそっか、親バカなんでもう着せちゃってね、もうお金かけちゃってるんでしょ、写真撮ってね、もう何万とか写真撮って、もうそれをね、もうだから男はできないんですよ、あそっか、気をつけないとね、気をつけないとね、ちょっと言うこと聞かないと僕に預けてくれればね、もう犬ですか、うん、そしたらもうボックボクするんです、なんでですか、ちょっと待ってくださいよ、もう絶対預けられないですね、大丈夫ですよ、はい、はい、ということで、うん、今日はね、はい、ちょっとゲストをね先に言っちゃいましょう、もう呼んじゃいます、あの呼んじゃいましょうかね、今日は CM の後って言ってましたが、じゃあ、うん、あじゃあ CM 明けで呼びましょう、じゃあもう さっさと、じゃあ CM 行きましょう、じゃあね、はい、その後に、まあ、セレクションニュースとかも行くんですが、はい、じゃあ最初のコーナーに行く前にここでお知らせです、はい、儚くもこぼれ落ちそうな一悪の ニュース、はい、ということでレイジセレクションニュース、このコーナーはレイジ TV が現在あふれているニュースの中からこれはというものをレイジさんが、深掘りしていくというものなんですが、うん、ぜひですねニコニコを見ているお客様もぜひ書き込んでくださいね、うん、ということでレイジセレクションニュース行く前にもう今日は、はい、ゲストの方、ゲストのクロムジャックスの、はい、クロムジャックスリーダー、はい、シフォン君が今日は来てくれてます、はい、でまたあの彼はあの、まあ、来て本人からもね口にしますけども、クロムジャックスを抜けるんですよ、それ私ついさっき聞いて すごいびっくりしたんですが、どうしたんですか、そうなんです、ちょっといろいろ問題がありましてね、えこれこれ、いやいや、まあ、まずはねちょっと本人をね、じゃちょっと本人聞きましょう、呼んでいただきましょう、ましょう、はい、ではということでみんな笑ってますけれども。さあ、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 ご覧ください。失礼します。はい、クロムジャッキー。いや、違いますよ。違うだろ？違います、違います。これがほら、いや勘違いされちゃうんで。違います、違います。これじゃないです。こっちじゃないんだろ？はい。違うでしょ？違います。いろいろあれだよな。
いろんなこういういい誘いがあってね、はい、いやいや、それでだからこっちとこっちにどっちなのかなって今日聞きたかったんだけど、そこまでは突っ込めないんでね、なかなか、はい、こういう場で、あのトリプル K で普段ね、講演してますから、うん、そこに僕がねこう入ってってレポーターのように、これですかこれですかは、まあ、言えないんで、まあ、自分の番組であれば、ぶっ込むよっていうことでね、はいはい、今日はいいですよってことで、ということでじゃあ、レセプションニュースも一緒に行っていただいて、行きながら、はい、いつものじゃあレイジランデブーで行ったわけじゃなくて、ここで生でいろいろちょっと聞いていって、まあ、あとはまあその3年うちにいてくれたので、まあ、その3年間を振り返るということで、まあ、そこにちょっとこう秘蔵な、お写真なんかも出てくるかもしれないんですけど、あ、そうなんです、私何も聞いてないですからね、はい、そうなんですよ、楽しみにしてます。彼はもっともっとこれから羽ばたかいっていかなければいけないので、あ、まあ、つまずけば戻ってくると思うんですけど、レイさんのところに、だから私はこう石投げるだけなんで、ね、これめっちゃつまずくじゃないですか。そうそう、だから今日はちょっとシオン君に一緒に、はい、ニュースをね、はい、切っていってもらいたいなと思います。はい、はい、ということでじゃあレイジセレクションです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。シオンさんもご一緒に参加していただきながらのレイジセレクションニュース5項目です、うん、はい、よろしいでしょうか。じゃあちょっと先に読んじゃいますね。まず1つ目、御嶽山噴火、富士山噴火の可能性も。そして2つ目、小渕大臣と松島大臣が相次ぎ辞任、政治資金問題で。そして3つ目、感染拡大は防げるか、ニューヨークの医師がエボラ陽性反応。そしてもう1つ、ローラさんの父親が逮捕、デング熱療養費詐取の疑い。そして最後はなぜブーム、就活にハマる女たち。就活っていうのは就職活動でもなく終わりの週の活動の就活ということで、まずは一番最初のニュース、御嶽山噴火のについてなんですが、ちょっと説明しますね。9月27日長野岐阜県境にある御嶽山が噴火、死者57人、行方不明者6人という大きな被害をもたらしました。この噴火をめぐりインターネット上では少し前から噴火の前兆があったと指摘する声が上がっています。気象庁によりますと、9月11日に御嶽山で火山性地震85回を観測、噴火当日は313回を記録し、うちおよそ240回が噴火前後のおよそ2時間に起こっていたそうです。ということで、まあ、今後ね、関東で噴火が予測される火山として、浅間山を挙げて警戒を呼びかけているという、こんな声もあるということなんですが、富士山とかね、いろんな可能性もあると言われてますが、どうでしょう、レイジさん。いや、これはね、はい、夏に私の友人が神社が御嶽峡なんですよ、それで御嶽山に登ったんだと、はい、それでいや、僕はほら、多分皆さんあれ 1000m ぐらいの山だと思ってたと思うんですよ。まさかあの 3000m あるなんて思わないですから、妙に自慢するなと思ってたら、3000m のあそこの神社に、その御嶽峡の神社なので、まあ、そこにお参り行ったんだということを言ってたんですよ。ちょうど夏に行ったばっかなんですよ、はい、で、まあ、今度期間があったら、まあ、富士山よりは行きやすいから行ってみたいねなんていうことを言ってたんです、はい、ただの大噴火でしょ、であれで何名の方亡くなったんですか。57名、はい、うちまだ6名、はい、6名の行方不明でね、だから来年の春でしょ、もう一回次は、ね、探せるのが、はい、でほとんどがなんか、石、はい、石が頭に当たって即死というね、ほぼ即死、あれ多分なんかその足とかに当たって、足がありえない方に曲がっちゃってる人をこう助けていながら、その失血死しちゃって、その人もなんか亡くなっちゃったとか、なんかもうニュースの中であまりこうどういう状態だったのかって言われてないじゃないですか、言えないみたいですよ、まだあまりにも悲惨な感じですね、はい、もう地獄絵図だったんじゃないですか。そうですね、韓国は、はい、どうなの、こういう噴火したりする山あるの、韓国は。あんまり聞いたことないですね。ないでしょ、はいはいはい、韓国にそこで焼肉焼いちゃいそうだもんね、こうやってね。そうですね、マグマのとこでさ、こう、はい、山があるイメージがないですね。ないよね。そうなんだ、
あんまりないですね。ちっちゃいのしかないですね。しかもあ高い山はないんだ。あんまないですね。あの日本みたいにこうアルプスがあって、はいはいはい、こう多分 2000m ぐらいのもあるでしょ、まあ、富士山有名だから、はいはいはい、でもちょっと低いやつもあるじゃないですか、はいはい、1500m とか、はい、あんまりないんだ。ないですね。じゃあの、山登る人とかこう登山でっていうのも、はい、ああいう気合入ったのはない。気合入った人は日本に来るんじゃないですかね。あ、そういうこと。富士山とかに。あ、他の人も富士山をみんな知ってますか。あ、そういうことなんだ。あ、じゃあ、あのアジアの人の特にまあ韓国の人は、はいはい、あの富士山はリスペクトしてるというか、こう、はいはい、そうですね、リスペクトします。綺麗、美しい山だってことで、韓国のお風呂屋さんにも富士山の絵が描いてますね、うん、あ、それパクリだね。そうですね。あ、本当、はいはい、セントにセントに描いてます、ね、知らなかった。あ、そうなんだ、はいはいはい、雰囲気を真似されたんじゃないですかね。あれ韓国行って、はい、で前行ったじゃん。はい、行きましたね。で、やっぱサウナ行くとすごい安いんだよね、はい、サウナが。すごく安いです。で、なんかパン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 赤すりって男の人がやってくんない？はいはい、女の人、あれはでも日本だとおばちゃんじゃない？はいはいはい。向こう男の人なんですよ。男の人のちょっとこういう感じの人が、そうですね。こうガン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 。おばちゃんの方もいますよ。あ、いる。はい、あの男風呂でも。あ、本当。いますいます。日本はほとんどおばちゃんなんですよ。そうですね、うん、あのすごいじゃない。そうです、もうパンパン叩くでしょ。気まずいですよね、なんかね。なんかどういう叩きなんだろうこれはって、どうリアクション取っていいか分かんなくてね。私もほら敏感なんで、敏感なんです。敏感なんですよ。そうなんですよ、リアクションをね、どういうリアクション取ればいいんだろうと思いながら、こうだんだんきつくなってくるんですよ、はい、どっかでこうちょっとこう、ね、まあ、そういう感じなんですけどね、はい、あ、そっか、あっちもじゃあ富士山はね有名なんですね。有名ですね。日本独特の、うん、うん、そうですね、噴火と地震ってのはやっぱり日本独特。あ、やっぱり地震もそうですか。そうです、そうです。韓国人はびっくりします。そうか、先週韓国に、はいはい、ファンの方と、はい、そうです、一緒に旅行に行ってたんですよ、2泊3日で。あ、いいですね。じゃあ、はい、皆さんも行かれたのかな。そうなんですよ、はい、それで本人は行きにお金を紛失したらしくて、え、財布をお財布をなくして大変な目にあって、で、まあ、彼がある程度いろんなところアテンドして、うん、ファンの皆さんに喜んでいただいて、で帰りにまたリュックサックを、はい、成田でなくしたというね。なんかもう本当どうにかしちゃったんですよね。舞い上がっちゃったみたいな。舞い上がって、まあ、ちょっと大変だったと思いますよ。やっぱり気を使って、ね、皆さん喜んでもらいたいっていうのがあったみたいで、うん、やっぱ母国じゃないですか、だからやっぱりそういいところね、こう喜んでもらいたいっていうのがあるから、うん、まあ、それなりますよね、やっぱり。みんなしひょんさんと一緒に、ね、俺絶対やると思ってたから。俺なんで絶対やると思ってた。なんかいつも そういうタイプなんですか。そうです、海外行くといつもなんかやらかしてるんですよね。でもしっかり者なイメージありますか。いやいやいや、俺は絶対やると思ってた。いや気を使ってそれだけのことやって、自分のことをほらおろそかになっちゃうじゃないですか。でもそれ素敵なことじゃないですか、うん、もうね、みんなのためにっていうね。いや、メンバーあれですよ、普段なんかそれは俺のパンツだとかってこういうことを言い合ってるんですよ、裏で。あら、でパンツも分かんなくなっちゃってるわけですよ。誰のパンツなのか。楽屋が一緒なんで、でそこにうちのマネージャーの動きたっていうのがね、トイレに行こうとしたら、はいはいはい、女も入ったらしいんだけどね。どういうこと。それはまずい。それちょっといろいろまずいんですけど、はい、まあ、ちょっと話戻しましょう。はい、その富士山は一応今度噴火するかもしれないって言われてますよね。言われてますけど、あれは、はい、まあ、福島 の地震があったじゃないですか、はい、あの時に下の、まあ、核火山なんで、はい、マグマがこう溜まってるんですよね、でも300年前に1回ドカンと行ってるわけですよ、はい、もうそろそろ行ってもいいって言われてるんですけど、揺れると中でなんかこう少しこう、なんか炭酸を振ったみたいになるらしいんですよね、だからいつドンっていくかわからない、はいはいはい、でもね、ドンといってもおそらく5センチぐらいだって言ってました。積もるのはその灰が東京で灰が積もっちゃうのは、はい、ただ5センチ積もると電車は、電気が通らないので、あといろんなものがダメになりますね、交通機関全部ですよね、はい、であと山にそのシェルターを、はい、その作らなきゃいけないとか、はい、あとそのヘルメットを常に用意しなきゃいけないとかっていうのはもう今すぐにここ最近決まりだしたんですけど、実際にその登山届け、入り口で登山しますよっていう時に届けしますよね、でアドレスをこう自分のアドレスを教えて、これを義務化しているのが今2つです、
でなかなか普及しないんです。これ俺考えたんだよね、多分ね、はい、俺多分その山ガールとか今いるじゃないですか、それとちょっとこう不倫してるやつとかいると思うんだよね。あ、山で、うん、だからそれで自分の言いたくない、言いたくないっていうね、そこでこう歴が残っちゃう、ね、そう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 、山見ながらさ、はい、ね、こう感じでいいだろうなってこういう時に、不倫カップル、うん、そういうのはやっぱりそうです。だから今回も、まあ、今回のことあんまり言うと叩かれちゃうけどね、まあ、あのそういう場合も、そうそう、そういう場合も今後出てくるんで、なきにしもあらず、うん、さすがレイジさん鋭いですね。これ俺の考えですよ。なるほど、うん、あのどう思いますかね。多分登山行っても笑ってる、書かないでしょ、あなたも書かないでしょ。僕はでも書きますけどね、一応、はい、一応ね、何かあったら怖いんで。書きます、はい、だってやましいことないですから、ね、シヒョンさん。シヒョンさんやましくないから書きますよね。そういうことはどこにか分かんないんだ。そうなんですか、ここに出ると本当に社長からなんかもう掘り下げようとするんで、そうそう、いろいろそうなんですよ。で僕らも知らないんです、どこで何やってるか。普段ミステリアスなんです、ね、ミステリアスなんですよ。へえ、何してるんですか。あ、いつも家にいます。要するに何してるかっていうのは、要するにその予定にあまり来ないのでね、どこで何やってるのかよく分からない。家にいるって言ってるから、本人が寝てるって言うんだけどね、いつも、はい、ちょっと疑ってるんですよ。いや皆さん疑ってるんで、いや私じゃなくてね、これ皆さんそうだと思いますよ。あ、そっか、何やってんだろうって、浮気を疑う彼女的な感じ、いろいろね、だからそういう、まあ、あの疑惑がね、そうです。だからあのこれはね、マイナスのイメージが出るみたいなんです、登山でそういうことをすると。だからやっぱり二の足を踏むっていうか、でもちゃんとね、やっぱりしてほしいですよね。うん、まあ、でも今回はあのね、大変な人数、あ、また日曜日でしょ、あれば確か、はい、日曜日のちょうど天気が良くてっていう時に、うん、でも前の日からなんか予兆があったんですよね、これって書いてますね。本当はだから、うん、メールか何かで、あの地震が起きて、うん、ね、群発地震がいっぱい起きてるから気をつけてくださいよっていうのは本当は言うべきだったんですよね。なるほどね、これからね、うん、そうですね、そういうのは気をつけてもらいたいと思いますね。はい、はい、もうご冥福を、ね、お願いします。はい、はい、続いては政治ですね、はい、小渕大臣と松島大臣が相次ぎ辞任。政治資金問題で今月20日、小渕優子経済産業大臣と松島みどり法務大臣が相次いで辞任するという異例の事態が発生しました。小渕氏は関連政治団体の不適切な政治資金の支出、松島氏は選挙区内で内輪を配布し公職選挙法違反の疑いが指摘された問題で引責となりました。在任わずか1ヶ月半での辞任に9月の内閣改造で2人を起用した安倍首相への打撃は大きく、政権運営が厳しさを増すのは避けられない状況となりそうですということですが、うん、これも驚きましたよね、うちわとかね、レジさん、あのうちわってあれ、あの棒がついたらうちわなんですね、はい、うん、棒がついたらうちわ、はい、で、あの棒がついてなかったらうちわじゃないっていうね、見解なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ、あの穴が開いててこう指入れて、うん、で、 あのでも皆さんあれは使ってますからね。ただこの松島議員の場合は棒がついちゃったんですよ。ダメだった、棒をつけなきゃよかった。そういうことか、うん、なるほど。あれさえついてなければ。ただあの小渕さんはまずいですよ、これは。はい、小渕さんはね、結局その安く、明治座ですか、歓迎機会で明治座で、明治座行って、うん、で向こうに、ね、あの3000何百万お支払いして、3384万円の支出、はい、ってことはその差額の2642万円っていうね、うん、私はこれ多分ね、あの、まあ、先言いますよ、結論ね、はいはい、あのおそらく秘書がねこれしてますね、間違いない。大渕さんだって寝耳に水みたいな感じでしたもんね。ね、そうなんですよ、あの、うん、もうほら、あの2世で あのお嬢さんなんで、まあ、そう言われちゃうんですよね、まあ、元々 の, そのお父様の 元総理大臣だから、はいはい、うん、この人 の,、まあその周り、まあ、うちで言ったらあのゴキタ君とかね、はいはい、そうなんだ、ちょっとお坊ちゃま、うん、あのいやほら、例えばその例えばね、黒物のねことを全部やってくれてると、はい、もし例えば次の人がいたらまたゴキタ君がやってくれるわけじゃないですか、秘書みたいな、まあ、そう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 、だからお坊ちゃんのそういうその、秘書、昔からの秘書がやってくれてるってことだけど、うん、やってくれて、要するにこっちやってくれてるわけだから、はい、ゴキタ君は違いますよ、まるで、ええ、可能性があるっていうことを、いやだって差額がおかしいじゃないですか、だってこの差額は、そうですね、こんな明治座高いわけないもん、そうですね、そうなんですよ、だからまあ俗にあのキックバックってやつね、そうなんですか、もちろんそうですよ、どう考えたところ計算が合わないから、うん、で大体この比率はよくあるパターンの比率なんですよ、これ、うん、私分かりますよ、大体見たら、あ、分かるんです、分かりますね、数字には、うんうん、ピント1200万抜いてますね、すごいですね、それすぐ分かるんですね、すぐ分かっちゃう、大体抜いてます、
なるほど。特にお金のことは分かります私は、うん、どこに抜けてるかっていう。まあね、でもね、うん、みんな我々税金払って、ね、消費税も上がるって言われてる時にね、やっぱりこういうのは、まあ、でもどうなんですか、こういうあのワインとかいろいろ送ってね、はい、やってますよね、写真ついてるんですよね、うん、韓国はこう議員さんのあれはどう、ここまで俺はこう日本な、はい、ね、市長長いから、はいはい、もうくだらないじゃない、足の引っ張り合いで。そうそうそう、韓国はどう、まず、あの与党と野党がいると思うけど、う、ね、はい、こっちは勝ってでこっちがまあやんや文句言って、はい、足の引っ張り合いやるっていうのは、これはどこもそうだけど、こんなことを言っていいのか分かんないですけども、うん、正直、うん、多分韓国だと、うんうん、多分可愛い方のニュースじゃないかなと思いますね、もっと。え、例えばどんな、もっとえぐい、もっとですね、多分ですけど、それ表に出ないだけで、はい、こんなこと、まあ、日本だから僕言えるんですけど、ちょっと言っちゃっていい、言っちゃっていい、もっとえぐい、店のこと言っていいぞもっとえぐいですね、もっと、あ、まあね、足の引っ張り合いとかもすごいですし、なんかあの韓国事件を起こすとみんなこう下向いてこうやってやってるけど、はいはいはい、中の警察の中までカメラ結構ガン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 行きます、行くよね、はいはいはい、晒し物にするよね、そうです、悪いやつを地祭りに地祭りって違うんですよね、地祭り、またまあ、ちょっとうちわでどうのとか、なんかちょっとどうなの、ね、っていう気はするけどね、そういう感じなんですね、はい、韓国が、あと、うん、そういうあのニュースだとちょっと金額は安いですね、うん、あって思うんだ、はい、安い、あ、安い、正直言うとこんなこと言いけないけど、まあ、これぐらいなら、まあ、国民もこれぐらいならまあやってるんだろうなっていうのは、ああ、ちょっとこれもらったりね、もらったりとかも当然なんだろうなっていう感覚があるんで、もっとばらまいてるってことなんですか、もっとその賄賂とかっていうのは、なるほどね、ちょっと莫大な金額があるん で、 でそれで、それがバレた時にはもう血祭りにあげる、血祭りに、よかったね日本でどういう意味それいや、そのまま韓国見たら血祭りに、はい、まあ、でも、ね、政治家じゃないから、政治家じゃないから、ね、皆さんね、血祭りにあげられてますよ、あ、で、そんな中、レイさん、はい、宮沢経済産業省が SM バー、うん、レイさんが得意かなと思って、ああ、やっちゃったか、認めるあの宮沢陽一さんね、いやいや、これはいいと思いますよ、はい、SM バーの、でも活動費を支出していたっていう、うん、で正式に支出があったことを認めたそうですよ、いや、だから認めたのはいいと思うし、だって言ってみなきゃ分かんないじゃないですか、やっぱりこういうところ、でも本人は私自身は全く言ってないって発言はして、事務所の関係者が間違えて政治資金を使用したと強調してはいるそうです、本人は。いや、もう本人の背中を見たら分かります、はい、もう背中にヒールの跡がグリグリM なんだ、M なんだ、もういや皆さんそうですよあ、そうなんですね、 S はあんまりない、でもこういうあの SM バーっていうのは、ね、SM クラブっていうのは本当にこう、女王様がね、こうね、あのやつしてこうバシーンってやってて、ええ、SM バーっていうのは、ええ、そういうあのことができるような、うん、こうそういう、そういうなんか内装の、うんうん、お店なんですよ、ね、なんか安いんですもんね、なんか何千円とかのスナックですよみたいな、ね、うん、ただちょっとこうコーナーがあって、ええ、で上からこうロープがこうなってて、なんか、うん、なんかこういう風にこう貼り付けられるね。詳しい M なんですかね。俺は一応見学に行ったことあるんですよ。見学ぐらい。うん、ちょっと今からレイさんちょっとショー始まるからさって言ったら、うん、あ、そうなんですかって言ったら、知り合いの社長が吊るされててね。びっくりした、見ちゃいけないもんみたいなと思って。ボタンだね。あるんですよ。でもあの女王様とかってすっごい稼げるらしいですよね。半端じゃないですらしいですよ。ホストクラブとかのお客様に結構いるって聞きますよ。ものすごくいますよ、ね、あ、そうなんだ、はい、へえ。もっと著名な方が来てますよ。特にお笑いの方が多いですよ、芸人さんが。 M なんですか。そうですね、みんな M ですよ。あ、そういうものなんですか、はい、でいい仕事できなくなってくると踏んでもらったり縛られたりね、縛ってもらったり、本当に吊るされてるんですよ、本当に。政治家もそうなんですね。もちろんそうです。宮沢さんとかも分かんないけど、メンバー誰なんだろうね、もしこう縛って潰されるのが、あ、力です。あああ、はいはい、分かるな。ロムジャクさんと力ですね。分かるね。はいはいはい。あの方ワイルドに見えてね、結構、いや、彼はもう優しい感じですもんね。はい、じゃあちょっとボタンダ行かなきゃいけないな、一回な。連れて行かないとダメですか、レイさん。ファンが怒っちゃいますから。あ、そうだ、ファンが怒っちゃいます。そうですよ、ダメですよ。はい、リギは完全に M ですね。やっぱそっちか、あいつは。まあでもね、こういうあの、はい、もうこの SM バーっていうのも、うん、このお店今あのこれ広島のお店でしょ。はい、ね、もうね大変繁盛しちゃって、
今あ、まあ、お店の名前も出てますもんね、ここね、この公表されてますから、はい、もう大変な繁盛で、もうあの生が足んないって言ってますよ、バンバン吊るされてて。なるほど、はい、シオさん S っぽいですね。僕は、うん、でも S なんですけど、なんか分からないじゃないですか、その表紙に M になってしまったりとか。あ、そうか、両方持ってる。そうですね、うん、だいたいそっち行っちゃいますからね、最後ね、うん、S すぎるとそうなっちゃうみたいな。どうなって、俺じゃない、俺、いや私はだから、まあ、今度ちょっとレイジランデブルでね、一回見に行って。あ、そうですよ、最後俺が吊るされてるっていう。楽しみですよ、レイジランデブ。リキとね、あと2人でね、リキちゃんと一緒に楽しみにしてますので、はい、ね、本当とんでもないですよ、はい、これね、はい、ということで続いてのニュースいきますよ、はいはい、感染拡大は防げるか、ニューヨークの医師がエボラ陽性反応。アメリカのニューヨークタイムズ紙は23日国境なき医師団の一員で最近西アフリカから帰国した医師のエボラ出血熱検査の結果が陽性だったと報じました。ニューヨーク市では初の感染例となります。検査で陽性反応が出たのは国境なき医師団の一員としてギニアで活動していたクレイグ・スペンサー医師。タイムズ紙によるとスペンサー医師は22日夜にマンハッタンの自宅からブルックリンへ地下鉄に乗って移動し、ボーリング場に行った後タクシーで帰宅したとのこと、ニューヨークのデブラシオ市長は会見でエボラ感染者と地下鉄で同じ車両に乗ったり近くに住んだりするだけで危険にさらされることはないと語り、市民に冷静な対応を呼びかけているということなんですが、ね、このエボラ この、ね、これもどうなんですかね、まあ、これ日本に入ってきたら どうなんですかね。うん、まあ、うちですぐにこう病気に なりやすい、体調崩しやすいのっていうと危ないのは慶吾と、はい、ああ繊細そうですね、ティクヤさんだね、タクヤさんね、ティクヤさんね、ティクヤさん、タクヤさん、タクヤさん、ティクヤさんじゃなかったね、ティーさんですね、すぐ熱出ちゃいます、すぐ出ちゃうからね、だから、あの細いからね、これもあれでしょ、なんか喋ったからってこう映るわけじゃないんですよね、ないってね、よくこの、まあ、あの俺らで言うとあのワンゲロ、吐しゃ物ですね、吐しゃ物ですね、ワンゲロ、ワンゲロ、はい、すいませんね、業界用語でね、今日逃げろ行ったよとかね。よくね、 ありますからね、この我々は、ね、大変ですね、アイドルはそういうことないと思うけど、そうですね、アイドルは塩な関係、そう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 、もう3ゲロ行っちゃったとかね、でこれがあのなんかこう傷なんかに、はい、ちょっと映る跳ねたりすると、変な人も喋ってる唾がね、はい、こう飛んだりするとそこからウイルスが入っちゃうんでしょ、これは、すごい感染力だって言ってますから、これ日本に来たらねどうなっちゃうのかなっていう、あれはあるんですか、注射は、なんか今そういう日本のそういうものが効くんじゃないかとか、なんだろうな、アメリカ の、 あの感染者2人回復との発表もあるそうで、はい、今ちょうどそのなんかどうすればどうなんだっていうのが今ちょうど調査中というか、日本のワクチンが効くとかいろんな話があるということなんで、まだ確定はしてない、おそらくこのマスクは大丈夫だっていうのは売り出されるだろうね、あるんですかね、でもマスクドンキに買い占めとかにいけないね、これマスクじゃで取り消で売ろうかな、これは大丈夫です。ドンキ隣にありますから、普通のマスク持ってきてこれはもう 100% 大丈夫だって、でまずティクヤさんにしてもらって、ティクヤさんでこれ T の字してもらってね、マスク T の字、T の字マスクで、これはちょっとね危険ですけど怖いです ねこれからちょっとね、続報を待ちたいと思います。そうですね、またちょっとこれ取り上げたいと思いますね、またね、はい、ということで続いては、はい、ローラさんの父親が逮捕、デング熱、今度はデング熱ですね、療養費詐取の疑いということで、警視庁組織犯罪対策一課は23日までにタレントのローラさんの父親でバングラデシュ国籍のジュリップ ASAR 容疑者を海外療養費をめぐる詐欺の疑いで逮捕しましたと。ジュリップ容疑者は2007年4月バングラデシュでデング熱にかかったためおよそ1ヶ月間入院したと偽り、当時住んでいた東京都多摩市に虚偽の申請書を提出、国民保険の海外療養費としておよそ99万円を詐取した疑いが持たれているということで、7月にも同じ容疑で捕まっており、一度は釈放されていましたが、これで2度目の逮捕で、ローラさんは24日、父親が詐欺容疑で再逮捕されたことについて、私が責任を持って弁償させていただきたいと所属事務所を通じてコメントを発表しているということなんですが、
いや大変ですね、ローラさんも、まあ、とんでもないね、これはお父さん、あれは1回、ね、あの釈放された時にね、もう、ね、無罪だ、OK ってやっちゃったんでしょ、ローラ、ローラ大丈夫だよ、ね、俺は OK だよみたいな、あれで相当、まあ、当局は激怒したらしいですよ、舐めてると。これ表出てるのはまあこの何十、100万とか200万の話ですけど、まあ、組織的な犯罪から言えばまあ1億ぐらいあるんじゃないかと、それで、まあ、別にあのローラーはこれでまあ悪くないっていう、例えば、まあ事務所側の感覚からいくと、まあ、これ大人な嫌な話ですよ、まあ、ローラは、被害者として映し出すことによって、今彼女は13社 CM の契約取ってますから、まあ、1本3000万とするともうね、まあ、3億何千万の契約料が、CM 契約料が入ってて、そこにはもう厳しい縛りが入ってますから、そうすると、仮にこれがもしお父さんが今回確実にもう実刑なんかを食らったりすると、彼女はその大変なことになるんですね。で、何が大変かというと、もらっている契約料は違約金としてまず返さなきゃいけない、で返してなおかつ契約書の種類 によっては倍付けです、倍返し、だから、まあ、今後例えば今度このシオン君が、まあ、芸能界に CM なんか、もしこういい CM の仕事が来た時なんかは確実に危ないですからシオンさん関係ない、いや関係ないんですけどね、いやいや、そういうそれぐらいうるさいんですよってことなんですよ。ただなんで、ね、ローラはじゃあなんで OK なのかと、ローラはーそれはなんでこれは事務所の力がやっぱりね、はい、強いんですね。そうなんですよ、だからオチは事務所の力があるところに行けってことなの、はい、みんなもうその辺のわけのわかんない事務所ではさ、もう知りませんまで言われちゃうから、ああ翔さんが知りませんうちはなんて、うちはまだねいいですよ、うちはまだトリプル K は大丈夫ですよ、はい、どんなのが来たって守りますよ、だけどもう本当にローラさんの場合はもう事務所が力あります、まあ、でも99万円ぐらいね、ローラさんぐらい稼いでたらね、っていう、いやだからもう犯罪、そういう犯罪組織の中の下手したボスですよ、ローラの親父は。そうなんですね、まあ、見てください、必ずいろんなこと出ますよ、他にもいろいろ、いやいっぱいあります、しかももうね、先週も私、先月ですか、私がデング熱のことをね、もうこの人はもう2007年にデング熱をネタで使ってるっていうのは、ね、すごいですね、早いですね、だからもうデング熱で、こういう保険金を詐取してるというね、おそらく1億ぐらいあると思うんですよ、で今回ローラやばいですよ、今回はもしかしたら、かわいそうですね、一応事務所こっち系だからね、これはいはいはい、俗に業界で言うと BK BK の流れの K かなみたいな、ね、の X さんかなっていう、多分これネットで調べて出てきます、で1回目はバッチリ押さえてますけど、だって一つも契約の解除ないんですよ、13社そうなんですか、ね、でも BK さんでも今回はちょっと俺はねやばいかなと思いますけどね、ミノさんはねバカ息子が1回ね、はい、あれしただけで番組降りましたからね、そうですよね、はい、あでもそれだけじゃない、自分もほらミノさんは自分もあもういつもケツ触ってますからねいつも、ね、たまたまそれが映っちゃったからね、冗談通じないアナウンサーがね、怒っちゃったっていうだけで、いつもですよミノさんは、はい、なるほどね、まあでもちょっとねローラさん残念ですね、もう親父がねバカ野郎で飛びます、はい、ということで続いて、はい、なぜブーム就活にハマる女たち、先ほども言いましたが就活の週は終わりの活動で就活、就活とは2009年に週刊誌が作った言葉で人生の終わりをよりよく締めくくるために準備するということを意味するのだとか、2014年現在就活は金融、流通、旅行業などさまざまな業種が参入する一大市場となりました。雑誌ウェッジは最新号で就活を特集し、タブー視されがちだった死にまつわる行動が手軽な言葉によりみんなもしていることという安心感が生まれ、動きが加速した面はあると指摘しています。特に女性の間で就活ブームが起きているとのこと、動機は夫と一緒の墓に入りたくない、自分らしさを演出したい、人生の棚卸しをして残りの人生を充実させたいといったものが多いようです。少子高齢化や晩婚化、生涯結婚しない非婚化が進み、
2030年には男性の 30% 女性の 23% が非婚と予測、後継ぎ不在、お一人様社会となっていることも就活の活発化の一因だとかということで、就活も例えばその死ぬ時の写真を先に撮っておくとか、なんかそういう感じらしいですね。もうね、あのこれはちょっと私もね、コメントはちょっとこう差し控えたいなと思う部分がもう、どうしたんですか。いやもうトリプル K にいらしてるお客さんでもね、何人かがおそらくお気に入りのね、推してるメンバーとの、あのそのチェキを、はい、うん、家にするんじゃないかというような方もねいると思うんですよ。しおんさん、そこどう思いますか ね。いやでもそこはでもさすがに、いやいやもうだって俺お墓に入りたくないって言うんだもん、だって一緒に、はい、旦那さんとはね、うん、そうですよ、シヒョンさんとってこと、はい、つまりいやそういう何かこう、まあ、はいはい、それは仮に現実的じゃないにしても、はい、写真だけでそういう思いでね、はいはい、それぐらいこう思っていただいてるっていう、はいはい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。ないと思うんですけども、うん、逆に僕たちのチェキがそこに飾られてたら逆に僕たちもなんか僕もそうなのかなっていう縁起が、これ韓国の場合どうですかね。韓国も一緒ですね。一緒ですかね。この場合は韓国も一緒ですね。そうですか。今まで日本と韓国ちょっと違った意見だったんですけど、僕は全く、韓国は仮装じゃないんですか。仮装ですね。仮装、はい、うん、他にもあるんですけど仮装がメインね、うん、はい、でもキリスト教は結構多いですよね、はい、多いですよね、クリスチャン韓国ね、うん、はもうあれ燃やしたんですか。そのまま他に入れる方もいるんです。でもほとんど土葬、土葬で、はい、土葬と、でその中に、そっか、じゃ あれはまた別なんだね、じゃあね、ん、一人一人こう埋めるんでしょ、あの土葬の場合は、あ、土葬ね、なんか日本でも一部宗教的に、日本の場合ほら、あのお骨をね、はいはい、お墓の中に入れるっていう、それに一緒に入りたくないっていう方が非常に多いんですよね、これ。いや私結婚してないから分かんないですけど、そういうものなんですかね、やっぱり僕は取り系はちょっと危ないかなと思うんですよね、うん、あの何人かあでも旦那さんいらっしゃってもね、はい、うん、いやもう円満なこともいるんですよ、円満なこともいるんですよね、もちろん、そうそう、ファンでね、うん、また別ですからね、お子さんを抱いてきてね、うん、旦那さんも一緒に来てて、うん、でライブ始まったら旦那さん表でね、こう子供こうやって愛してね、もういいですよ、ね、いやいいんですよ、うん、それは別に変なことあるわけじゃないんですから、うん、ね、うん、楽しんでますから。逆にあのお一人であれですか、もし亡くなられた場合なんかこう、ね、じゃあシヒョンさんの、一緒にね写真を撮っておいてね、なんだと私行きますからね、あレジさんが一緒に撮ってくれる、あいいですね、いやもし何かあったらね、うん、あ何かあったらね、心配なんですね、大丈夫です、全然まだお若いですから、うん、ねシヒョンさん、はい、うん、大丈夫です、全然若いです。でもこ の, あの就活っていうのはね、今日ねなんでこのトピックスニュースに選ばれたかというとですね、はい、なんでですか。あのこれをいつもこう書いていただく、うん、まああのね、はいはい、うちあのうちの良きこの、まあ、ライターの、はい、K さん、まあ、K さん、はい、この K さんって方がですね、僕はね何年か前にこのことを言ってたらしいんですよ。お、うん、必ず女性は、もう一緒の墓入りたくないって言って、だから、ね、これからちょっと墓の種類を研究しなきゃいけないって言って、はい、でこれは多分ビジネスになるぞってことを僕は言ってたんですって、うん、3年ぐらい前に。なるほど、彼女にね、はい、でそのお墓はどこだって聞いたらしいんですよ。だからおそらく、まあ、自分のお墓を今ほらお墓壊して、はい、処理して、なんかもうシンプルなお墓でこうそういうのを買ってますよね、皆さんね今。そうですね、あれは女性が多いんですよ。あそうなんですか。多いです。だから多分これは、まあ、うちのトリピクル店にいらっしゃってるお客さんにもね、まあ、少しビジネスになるかなと思っておすすめしたいなと思ってるんですよ。いや、これからそんな仕事もするんですか。いや、就活をね、就活の一応相談窓口ってことで、おすすめしたいってびっくりした、いやもしそういう方がいらっしゃったら、そうなんですね。いやユニットは関係ないですよ、これ私がね、まあ、就活でお手伝いしますよっていう、あこれはあの弁護士が絡んできます、必ず。今あの過払いとかの弁護士で今、はい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 、ねやってますよね、100万円そのまま得になったとか、ええ、だからこの就活に関してもこれ弁護士が絡んできますから、うん、必ず増えますこれは、はい、ビジネスとして、うちの方もちょっと窓口を用意してね、また、はい、いろんな仕事をね、はい、すごいですね、はい、ということで、レイジセレクションニュースでした。はい、どうもありがとうございました、はい、ここでじゃあお知らせ参りましょう、はい、その後はシヒョンさんのインタビューのコーナーです。そうですね、ここは、はい、そうな一悪
の夢。先生、そうです、うちに番組出るぐらいよななんて言ったけど、食べやすいのかなと。これは思います。これも大丈夫です。 OK、 はい、OK ですね。 Yes、 はい、ngayon punta naman tayo sa rabbit ko po dito kasi nawalan ako talaga ng si Madam Judy. レイジランデブーのコーナーですが、今日はいつもはレイジさんがいろんなところに行ってくれるんですが、はい、今日はなんとクロムジャックスのシオンさんが何かお知らせがあるということ で生で来ていただいてということですね。はい、まあ、先ほども言いましたように、彼はまあ、僕はもう古くからもう韓国にね、いる時から知ってるんですけど、はい、韓国時代から、まあ、東京でサラーレしてましたからね。はい、はい、でまあ、トリプル K で3年間、頑張って勤めていただいて、で、まあ、クロムジャック、まあ、初代ジャックス、そしてクロムジャックスの今リーダーとして、でこの度ね11月3日 を最後に、卒業するんですよ。はい、はい、それでまあ今日はね、3年間、まあ、ちょっとこう思い出を、まあ、語ろうよということで、はい、まあ、トリプル K では見れなくなりますからね、まあ、ここでまたいらしてくれるかもしれませんけどね、ここにはまたちょっと違った形で。なぜそんなトリプル K でそんなクロムジャックスから脱退するってこと？そう、抜けて、はい、まあ、いろいろソロでソロでいろんなことにチャレンジしたり。なるほど、はい、なぜ今回そんなやっぱりソロでチャレンジしたくなったんですか？ね、そうですね、まあ、あんまりちょっと細かいことは、まあ、ファンの人たちの前でもあんまり発表できてない部分はあるんですけども、まあ、いろいろこう考えた結果、まあ、発表はもう結果から話しちゃっただけなんですけども、いろいろソロだったりとか、まあ、今までチャレンジしてみたいなと思ったことをこれからやってみようかなって思ってる。3年間ずっとほら土日、はい、拘束されてるわけですから。あ、なるほどね。普通の人がね、土日、はい、まあ、例えばゴルフ行ったり、まあ、彼はバイク最近免許取ってね、バイクでツーリング行ったり、はい、で普通に夕方まで寝てていいわけですよ、はい、そういうことしたいっていうね。そう、 そうなんですか。いやいや、もういやあってもいいじゃないですか、まあ、それは別にいいと思います。そう、充電をしたいっていう部分もあるし、うん、あ、そっか、今まで全てそれは店側のスケジュールを全部与えられてますから、はい、大変ですよね。なんだかんだ言ってももう常に文句言われるわけですから。そっか、それはやっぱりそれから解放されたらしばらくは、まあ、いろんなことをこうなんか見つめ直したり、うん、そういう時間大事だと思いますよ。まだ彼は24歳で若いですし、若いですし、はい、まあ、でもソロでこれから活動して、うん、まだ私たちはみんなシジョンさんの活躍を見れるということですね。そうですね、うんうん、はい、まあ、僕からしたらもう本当なんかこう解放してあげたいっていう、ね、もうん、まあ、普段適当に遊んでると思われがちですけど、いやいやいや、やっぱりそれはまあ決められたことを
外すってことはできないんで、うん、それやっぱり大変ですよ。嫌です、嫌になります。嫌、ね、嫌になる時もあるでしょやっぱね、うん、はい、いやまあでもあの本当にトリプル K と、ジャックスがあって本当に3年あって今の僕は本当にあるんで、うん、そこは、まあ、多少、まあ、肉体的にも、はい、まあ、ライブをこなしていく中で、うん、いやーきついなっていう日もあるんですけど、はい、それをやってこれたからこそ、うん、今それこそソロの活動とかっていう自分のスキルにつながってきたものじゃないかなっていうのは本当に思ってるし、やっぱりトリプル K の社長であるレイさんにも感謝してます、うんうん、まあ、僕はまあ息子のように思ってるので、はい、まあ100人のうち100、ね、まあ、僕を含めて100人いる中で99人が彼が悪いって言っても僕一人はおそらくかばうんですよ。かばうというか、いや悪くないんだと、うん、ていうかある程度2人の口が揃えば99人やっつけれるでしょう、ね、立つからね、こっち立つよ、笑っていいのかどうなのか、ね、あ、シオンさんそうなんですね。でも頭がいい方ですから、ね、頭が変えてないですよ、とても、ね、ええ、うん、だからこう面白いこう、ね、ちょっとこう年配の方を少し足元をスパーンとすくうのとかうまいですね。どういうこと？いや例えばこう本来褒めなきゃいけないところをうまくこうね、さっとこうスルーしていくっていうか、あ、そういう笑いの取り方できますから。あ、なるほどね、うん、俗にこう、はい、まあ、ババをねレイジさんの得意分野じゃないですか、ね、いやそれまあ俺はねそういうそこまで行っちゃうけど、さすがにババまで言わないですよ、ね、でも言いたそうな感じもあるけどね、バーぐらいまでね。いや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 、いやって言ってますで今日はねちょっと、はい、彼の、はい、僕まだちょっと見てないんで何が出てくるか分かんないんですけど、私も見てないです。何が出てくるんでしょう。ちょっと昔のね、はい、振り返り画像をね、少し見せていただいて、でまあ、こんな時やこんなだったねっていうのはこう言えたらいいのかなっていう、うん、どうですか、流せるのかな。だそうですね、はいはい、じゃあ、はい、ね、こうゆっくりこう出していただきましょうか、はい、うわ、これ本当に最初の、はい、僕はチョイスしたんじゃないんですけどね、はい、画像を取り切っていただけますか、はい、はいはい、これはいつですか。これ本当にオープンして、はい、なんか何か雑誌の、あ、じゃあ新聞、ヤフーニュースの、はい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 、取材が来た時に撮ったやつです。はいはいはい、オープンして出ましたね、はい、こちらですね、はい、うん、はい、これは最初の頃、本当にオープンしたてだと思います。髪が黒いですね、はいはい、はい、じゃあ次お願いします。で続いて、はい、はい、何が来るのかな。はい、クリック。お、あら、寝顔、そうですね、はい、結構鉄板ネタだったんじゃないですか、これ。これも何が受けるか分かんなかったんですよ、はいはい、雑誌の取材で映りましたね、はい、はい、うん、こういうちょっと寝顔を、いやこれ母性本能くすぐりまくりじゃないですか、これ。いつも遅刻してる時はこうなんだろうなと思って。ああ、なるほど、いつもこんな可愛い寝顔で、そう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 、なるほど、男が見るの目線と女性が、これ編集したの多分女性なんだよね、きっとね、そうね、この雑誌の時のほら、はいはい、写真をチョイスした、まあ、それはもうキュンキュン来ちゃいますよ、これは、うん、なんかミナムっていう雑誌だったから。そうですね、ミナムって美しい男って書くの、ミナム、うん、お、何ですかこれは。これはあれ、ね、バーテンダー風、なんかパンフレット用です ね、 そうですね、お店の黒髪も素敵だな、やっぱり、はい、うん、ね、何でも似合って。カフェとバーがありましたんで、その時僕たちもジャックスメンバーもカフェの店員をやりながら、大流行りです ね、うん、ね、これはかっこいいですね、この笑顔が爽やかで、なんかこういう格好もいいんじゃないの、ね、素敵ですよね、うん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 、ちょっと次、続き、はい、あれ、これ誰で、これ誰、あれ、こんな写真が、これはあれですね、サンタってことはクリスマスじゃないですかね、うん、このぐらいからジャックスの活動が始まったんじゃないですか。そうだね、8月からオープンして、うん、この時韓国の留学生が、まあ、25人ぐらいいたのかな、たくさんいましたよ、めちゃくちゃいたんだよね、トイケンに、はい、そうなんですね、その中から、はいはい、まあ、彼はもうほぼほぼ
来るこっちに来てくるときはもうユニットの核になるっていうのはもう飛び抜けて分かってて、そうですそうです、でその中からあと何人か選ぼうかなっていうところで25人ぐらいいたんですよ、はい、本当にスタッフが多かったですよ、はい、おーまた爽やかな、あこれ社長と、そうだねこれ俺とラジオ、うん、横浜ベイ、え何 FM ベイ FM、はい、そうだね、うん、あ横浜のね、はい、はい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 、そうですね、こういう、なるほど素敵だな、これはなんか衣装、これもあの社長の知り合いのブランドさんのバッファローボブスっていうところで、お店の写真が出てくると思ったんですけどね、うん、うん、なるほど、女性目線だときっとこういう、あの、はい、うん、すごい素敵この笑顔、はいはいはい、あやっぱ男性と女性で選ぶ写真が違うんだ、全然違うんです、ね、すごい可愛いっちゃ失礼だけど、うん、逆に彼がやめてくれというような写真の方を選ぶ場合が多いですね、女性は、えどあそうなんだ、はいはい、自分でもちょっとこれ、うん、えでもどれも素敵です、うん、多分全部選ばないですよ、人僕と塩も選んだら選ばないです、はい、そうなんですね、うん、これはあれですね、あのこの衣装を見たら分かるんですけど、うん、ジャックスっていう初代の、うん、ジャックスが、うん、あのデビューして PR を新大久保の駅に行ってる途中ですね、素敵ですね、はい、あの頃は PR がこれあれじゃないですか社長、うん、ああこれあの新大久保パーリーのの PV 撮るという PV 撮影の寒い時ね、はいはいはい、うん、そうなんですよ、新大久保パーリーっていう曲でデビューしたんですよね、そうだね、そうだそうだ、そういえばあれあのアヤマンジャパンの、はい、人があの作詞作曲して、へ、うん、そうですそうです、で彼曰くパとピとプは日本人は受けるんだと、はいはい、うん、だそれ入れなきゃいけないんだって、なんかパーリーキー一本になっちゃったんですね、はい、これはこれなんだっけ、いやこれ多分誕生日、そうですね、オープンして初の僕の誕生日だった時に社長と ああ2人で、そうだな最後な撮りましたね、うん、かっこいいですね、2人で片付けてたんだから、あの洗い物してたんだから、これ皿洗い、うん、本当ですか、いや本当本当、テープ系で、うん、まあ、今みたいにねそんなもう、ね、まあ、ちょっとこう出待ちしてもらえるような感じじゃなかったもんね、あ本当だ洗ってる、あ、うん、はいはい、あらまたそういうところがいいですね、またね、うん、今あのあれなんだこのおらしいことはこれ、あらこんなところで、はい、はい、これはバイトです、僕はアルバイトしてたんですか冗談です、うん、冗談、これそういう撮影でスナップの撮影で、うーん、またこういうのも似合いますこと、はい、やってましたね、あ懐かしのメンバーじゃないですか、これはそうですね、うん、すごく記憶に残るライブでしたね、ミッキーさんとかね、はい、これは音玉寿司の、音玉っていうところで、あれなんだっけ、あれ気まぐれん、じゃあはい、そうです、気まぐれんさんのがやってるライブハウスみたいなね、ビーチにあるんですよ、はい、そこでアーティストが上がって、うん、ライブするんですけど、気持ちよかったです、これ結構盛り上がりましたね、うん、マイネームさんと、うん、うん、おこれはジェット、あこれは社長の、あそう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 、プライベートビーチ、おおかっこいい、はい、ジェット行ったんだよね、はい、うん、あれ真ん中の人はあれですか、どこ他人ですか他人ですか、あジェミンか、元メンバーそうだジェミンだ、はい、うん、で僕たちもよく社長に教えてもらって、へえ、うん、楽しそう、おこれは懐かしいね、ジャックスの懐かしいですね、はい、うん、僕もなかなかこういう写真もう見る機会が少なくなってたんで、ああそうなんですね、はい、ファンの方もね知らない感じの、もうほとんど知らないでしょうね、はい、その当時もね、うん、うん、もうこれはクロムジャックスに、そうここから、ね、クロムジャックスになってるんですね、はい、なるほど、うんうん、皆さんで、はい、これはファンと行きました、どこですか、富士急ハイランドに、ああ去年の冬ですね、結構いいですねこういう一緒に行く企画が、はい、こちらダンス、はい、練習して、あの右のおじさんは誰ですか、あこれは JT、 あー JT か、はい、びっくりした、ちょっと今ちょっとそうです、ね、酔っ払い、はい、酔っ払ってあのほら、はい、お金払わないで出てきた人がね、はい、あのそうなんですね、あーなんだ JT か、 JT です、一応メンバー、まあ、今日はちょっとあのほらあの主役が、主役はほらシオンだから、シオンのいいカット抜いててね、申し訳ないな、うん、JT ね、いや、そこ見ないでやってくださいよ、いやいやいやね、ここは、はい、お、うん、
これは渋谷ですね。おお、目立ちますね。これかっこいいな。渋谷で PR を。この辺からはもうね、今のファンの皆さんはよく分かってるっていうね。そうですね、この辺はそうですけど、うん、さっき の, あの居酒屋のおじさんだけはちょっとねあれだったけど。いやいや、かっこいいですよ、うん、いや、まあ、大きいステージでもやらせていただける。アジア人もかっこよくなりましたねとか言って思っちゃいます ね、 そうですね、かっこよくて、はいはい、うん、ね、うん、社長あれですね、やっぱりトリプル K の最初のオープンの時の思い出っていうのはやっぱ大変だった思い出のがこう鮮明に、そうだね、なんか残ってる。そう、そうなのよ、楽しいことより大変なことの方がね、はい、いい思い出になるから。うーん、あら、これもステージで福島で、これは、あ、そうなんですね。なんだっけ、ふ、ふ、なんとか祭、復婚祭、復婚祭、はい、復婚祭、こういうあの、ね、チャリティーっていうかね、そういったことはちゃんとね、やっぱ社会貢献ってのはしなきゃいけないんで、やっぱ気持ちいいですか、どうですか、あの、はい、こういうユニット、僕はねやったことがないのであれだけど、うん、あの、いや楽しいですよやっぱり4人っていうのは。しかも僕はあのセンターやらせてもらってるんで、みんなと一緒にいて、なんかやるっていうなるとやっぱりこう気合が入りますね。これは誕生日、これは写真、そうですね、赤い髪の時は CD のリリースをソロで初めてしました、うん、これがイベントですね、すごいですね、こういうの考えるのはね、シオンは、まあ、ある意味あの向いてるというかね、うん、あ、ご自身でそうそうそうプロデュースも、はい、すごいですね、うん、まとめる、自分でやるのとまとめるのがプラスされるのだと、うん、まとめるの大変でしょ、いろいろ、そうですね、うん、それは大変ですよやっぱり、はい、うん、お、ボーリング、うん、ですね、まあ、ファンの人たちとはもう本当にやったことないことないんじゃないかなというぐらい、みんなで一緒に、皆さんでボーリングも一緒にやったり、うん、バーベキュー、ね、したりね、遊園地も行ったり、うん、あ、本当だ、あ、それバーベキューですね、うん、やってますね、距離が近いアイドルですもんね。すごく近いですね。いいですね、はい、うん、すごく近いです。お、これもまた新選組リアンさんと、お、あ、はいはいはい、はい、あの、あの、新助さんがプロデュースした、はい、あの新選組リアン、この間ね、今年1回一緒に、はい、うん、彼はあの、なんだっけ、トニージャンさんですね、トニージャンさんです、ね、ああ、そうだ、あの、そう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 、トニーね、はい、マインドハッカーの、うん、彼すごかったね、すごかったですね、度肝を抜かれましたね。え、なんで、いや、すごいですよ、マインドハッカーで、うん、まあ、この中にこう入ってるとして5人が並んでて、そう、10本の腕があるでしょ、でこっち入ってますよねとかっていうのを目を見ながら、うん、はい、こっち下ろしてみたいな、最後当てていっちゃいますよ、心を操られるんですよ、すごい、うん、これあの、うちは催眠、うん、催眠にかかっちゃってあのもうイリュージョンとしてはもう世界的に有名な方が来てくれて、この時はマカオで営業だったんですけど、もう急遽来てくれて、プライベートジェット で催眠かかったんですよ、シオンが。そうです、ね、ここで、うん、催眠かかっちゃった。催眠かかると、知らない間に ビールを全部飲んじゃうっていうね、はい、うん、イケメンばっかりですね、これまた、うん、イケメン度はそうそう負けないだろうね、ある程度出てってタッパあるしね、うん、本当に、ということで、終わりましたね、はい、終わりましたね、ありがとうございます、なるほど、なんかどうですか、こう今パッてこう見ると、はい、うん、いや、やっぱり初期の頃の写真を見て、ああそうだったなって、また今はね、思い出したりとかして、うん、まあ、さっき言ってましたけど大変な頃を思い出すと、あ、なんかこう考えさせれるものがありますね、うん、なんかこう振り返って、はい、こう嫌だな、いや嫌だな、うん、嫌だなっていうのは、なんかこの間ライブね、はい、ずっと、昨日、昨日か、はい、昨日160名以上の方がライブにいらしていただいて、はい、そこでなんかシオンに7つのことを聞くみたいな感じで聞いてて、ね、その辺のこうやり取り、メンバーとのやり取りっていうのはもう非常に面白いですよ、はい、その辺の、
タレントよりもこっちは面白いですね。ですよね、はい、トークは面白いです。だから大変じゃないですか。まあ、でもそれをなんとかねいい形で、あのその力を発揮する場所にね行ってほしいなっていうのは思ってますよね。飛躍ですねこれからね、うん、もちろんです、もちろんです、もちろんです。で掴むのは彼だし、彼が掴まなきゃいけないし、うんうん、だから掴んだ時には行く力は持ってますから、はい、うん、なんかそうやって頑張ってほしいなっていう、うん、であの30日に、はい、今日これがほら27日になったでしょ、まあ、その理由はなんと、はい、代々木第二体育館で行われるボーイズコレクション、東京ボーイズコレクションに、はいはい、まあ、彼たちが出演するんですよ。おすごい。で、まあ、でまあ、いろいろそうそうたる方たちがいらっしゃると思うんですけど、その中でまあ15分の枠いただいて、すごい、3曲やって、そしてランウェイ歩くんですよね、はい、でどうなぜかそれがどういうわけなのか、そのランウェイを俺も一緒に歩くってことになってて、おーいいじゃないですか。どういうわけか、いやいやいいですよ、いやいや素敵じゃないですか、でもうすぐにスタイリストさんに電話して、うん、ちょっとちょい悪な感じで用意してください。あ、いいですね、ちょい悪いですね、ちょっと、でそこに、一応このレイジ TV の、うん、密着も入ります。おお、はい、ということは次回のランデブーは、ランデブーは、おっと、東京ボーイズコレクションの裏側をこうお届けしたい。11月20日木曜日ですね、はい、でそこにはもしかしたらいらっしゃるかもしれないし、わからないですこれは、はい、ね、一応ね、はい、どうなるかわからないですけど、わからないけどぜひ来てほしいですけどね、はい、しひょんさん、しひょん君のちょっとこう着替えてるところのお、なんか赤いパンツを写すかもしれない、セクシーショットですね、はい、密着、うん、それはここでしか見れないっていうね、おー、ボーイズコレクション、はいはい、そして、その翌日から、31日、はい、1日、2日、3日だよね、はい、うん、この3日がラストになります。ラストライブを、ラストライブ、はい、ね、5連発ですか。そうですね、はい、1日と2日は1日2本ライブを行って、はい、3日最後ライブを行います。その一応模様も一応あの、ええ、まあ、少し密着に入らせていただいて、うん、そ の, もの模様はまたあの販売させていただくということで、販売、はい、おお、まあでもね、よろしくお願いします。そういう価値もある、はい、ね、そうなんです、ね、それはタイムですからね、それでもね、そうですね、はい、まだちょっと心の準備がまだね、なんかね、はい、そういうなんかそういう感じじゃないね。そうですね、なんか実感がそういう話言ってないんです、一切そういう雰囲気もないんですよ我々とは。あ、そっかそっか、うん、いなくなると多分ね、こっから穴が開くんですよね、気持ちの中でね、うん、でもソロになってもレイジさんとお仕事は結構なんかね、こう仕事なんかできたらいいなと思ってるんですけどね、うん、もうやっぱり彼もガキじゃないんで、やっぱりもう成人して大人だし、自分 の, あの考え方もあると思うし、はい、うん、だ困ればいつでもそれは何でも、ね、駆けつけるつもりでいますけど、はい、僕もだから初めて日本に来て初めて社長の元を離れるんですよ、もう日本の北日からあの社長のところでお世話になっていたんで、はい、日本での社長の元以外でのなんていうか自分がまだちょっと見えないなっていう不安もありますけどね、不安だってきますよ、はい、ただまあ彼がどこで何をやってるかっていうのはリアルタイムでこう分かる、わかるので。なんでですか。やっぱりそういうこうね、情報網があるので。あ、そうなんだ、はい、へ、怖いですね、怖いですね。本人がなんでこんな写メ持ってるんですかっていうふうに言ってくるようなものも持ってますよ、いっぱい、はい、じゃないとやっぱり管理できないですよ、こういうね、はちゃめちゃな男は、うん、なかなかやんちゃな、うん、常にこう目に見えないリードをね、こうつなげておかないと、ぐいぐい、うん、まあ、それはまあ可愛いっていうのはありますけどね、我々から見たらやんちゃですけどね、うん、はい、そっかそっか、うん、まあ、でもこれに懲りずにまたね、レジ TV にもね、ぜひソロになってね、はい、うん、活動の一つとして、さらなる飛躍をね、はい、誓っていただきたいなってこう思いますね、はい、はい、なんかあのこれを見ているファンと、今日いらしていただいたファンの方に、ね、メッセージを、ね、メッセージをね、一つお願いします、最後に、はい、はい、そうですね、うん、まあ、本当に3年間トリプル K で、ライブを行ってきて、本当に皆さんと、そしてここにいる社長と、のおかげで今の僕があると思っていますし、まあ、これからの僕の活動に関してはですね、まあ、僕も完璧じゃなくてまだ不安もあるんで、まあ、皆さんがそばで
応援して見守ってくれたら僕の自信につながっていくんで、今後とも応援よろしくお願いします。頑張ります。はい、ありがとうございました、うん、はい、ということでこれからね、うん、ソロになって活躍するジヒョンさんをさらにみんなで ね、 でね、応援していきたいと思いますね。固くなっちゃったです。いやいやいや、もうでもね、ということで番組もそろそろエンディングですが、はい、どうですか、はい、レイジさん。そうですね、まああの今月はね、その今言った3日までやっぱシオン君をね、なんとかこういい形にしてあげなきゃいけないで、そうですね、ボーイズコレクションにあと最後のライブ、はい、そうですね、ずっと続きますね、はい、うん、まあ、あのまだね実感がないですけどね、まあ本当にいい方に行ってもらいたいなって思ってます、うん、はい、まあ、でもそれはもう支えていただいた、ね、ファンの方が、ね、あってのことなので、あとあの彼も応援してあげてほしいし、またうちの店もまた応援していただければなって思います。今日はね、やっぱりちょっとお疲れのところをね、無理って来ていただいて、そうなんです、ありがとうございます。でもまたね、ぜひいらしていただきたいと思います、レイジ TV にもね、はい、はい、うん、ありがとうございます。はい、ということで、うん、次回ね、その模様なども、うん、そうですね、次回はもうその模様をバンと出します。はい、11月20日木曜日になりますので、ぜひね、はい、またこちらの方にも遊びにいらしていただければと思います。はい、はい、はい、ということで、A さん、じゃ最後に、はい、わかりました、はい、どっちだろう、今日はね、ちょっと数字がわかんない人がね、あれなんでこっち、ね、こっち、はい、こっち、こっち、こっち、OK、じゃあいきますよ、うん、ガブガブいっちゃうよ。はい、ありがとうございます。ということで、はい、ゲストはこちらのジヒョンさんでした。はい、ジヒョン、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。